レンジで美味しいお家で作るなめたけ。はい、そうなんです。ご飯のお供の定番のなめたけなんですけれども、はい、実はねお家でもとっても簡単に作っていただけるんですよね。なめこと、はい、まあ、椎茸類、ね、そうですね、きのこ類、なめこ必ず入れていただいて、きのこ類、きのこは冷蔵庫に余ってるもので全然大丈夫ですね。椎茸類って言いましたよ、きのこ類ですね、はい、そうですね何でもいいんですね。何でもいいですよ。で今日はですね、カツオと昆布の本格だしを電子レンジで簡単に引くコツもお届けできたらなと思ってますので、はい、ぜひ参考にされてください。もう早く知りたいですね、はい、それでは材料紹介します、はい、材料は作りやすい分量です、はい、まずカツオ昆布だし 150cc、 濃口醤油大さじ4、みりん大さじ6、白だし小さじ1、なめこ1袋、えのきが3袋です、はい、そしてそのレンジで引くカツオ昆布だしは水 200cc、 昆布が10センチの長さのもの1枚、かつお節が1パック3グラムです。全部体に良さそうです ね、 ヘルシーですよねそれではお願いします。はい、では作っていきます。まずですね、カツオ昆布だしを引いていきたいんですが、このようにですね、中ぐらいの、耐熱ボウルにお水と昆布を入れていただいてですね、30分ほどそのまま置いてください、うん、はい、そしてですね、このまま30分経ったらラップをかけずにレンジ600ワットで、2分30秒から3分ですね、沸騰直前まで加熱をしてあげてください。沸騰しない方がいいんですね。そうですね、沸騰はしない手前ぐらいで揚げてあげるといいと思います、はい、そして昆布を取り出していただいて、かつお節をですね加えてさっと混ぜて、かつお節が下に沈むまでですねしばらく置いてください、うん、そして茶こしでですね、このかつお節を、こしたものを 150cc 分用意してください。綺麗な色ですね。レンジでね、こんなに綺麗な色のね出汁が取れるんですよね、うん、ねえ、うん、とっても美しいですよね。で、昆布、取り出した昆布なんですが、これも無駄なく使っていきたいと思いますので、うんうんうん、細かく刻んでおいてくださいね。はい、で、今日はかつお昆布だしを引いたんですけれども、ちょっと面倒くさいわっていう方はですね、顆粒だしを少し使われてもいいと思います、はいはい、そして、具材なんですけれども、なめこですね、なめこはざるに取っていただいて、うん、軽くほぐしてですね、しっかり洗って水気を切っておきます、はい、なめこはですね、一度しっかりとぬめりを一度落としてからですね、うん、使用することで適度なとろみがついてくれますので。それでもとろみは出てくるんですね。はい、そうですね、うん、一度しっかり洗ったものを使われてください、はい、はい、そして、えのきは石突きを切り取って、4等分のですね、だいたい 1.5 センチぐらいの長さに切り分けておきます、はい、はい、そしたらですね、今日はこういう大きめの耐熱ボウルを使って加熱をしていきます。こちらにですね、調味料、煮汁の調味料合わせてあります、だし汁が 150cc、 みりんが大さじ6、濃口醤油が大さじ4で、あと白だしが小さじ1ですね、はい、軽く混ぜ合わせていただいたら、こちらにですね、具材をもう加えていくだけです。ドバドバッと、はい、簡単ですよ。だしのね、いい香りがすごくするんですよ、ね、ここで。おだしのすごいいい香りがね、しますよね。えのき3袋、結構な分量ですね、はい、3袋もいっぱい使うんですけど、うん、ちっちゃくなると思います、うん、そうなんですね、はい、そして切り昆布も加えていきますね。無駄がない。はい、そうなんです。もう捨てるところないですね、今日はね。しっかりですね、全体を一度、混ぜていただきましたら、はい、このままですね、もうこれで終わりなんですよ、うん、600ワットのレンジで加熱をしていくんですが、はい、今日は、ふんわりラップをかけてあげてください。ふんわりの方ですね。はい、今日はふんわりの方です、はい、かけていただいたら600ワットのレンジで、8分加熱をしてあげてください。ありがとうございます。で、途中ですね、5分経過したら一度取り出して全体をちょっとしっかり混ぜていただいて、また残りの加熱を3分
足してあげてください、はい、残りの3分の加熱で結構煮汁が湧き上がってくることありますので、うん、ちょっと3分の間は様子を見ながら加熱をしてあげてくださいね。はい、はいはい、我慢しましょう、はい、取り出していただいて、全体をよく混ぜてそのままですね、はい、これ一晩冷ましたものになります、冷蔵庫でですね、とろみが出てますね。すっごくいいとろみがついてですね、食べ頃になるので、ね、真っ白だったえのきも、うん、もうしっかりと、ね、お醤油色に、ね、なってますよね。色が、ね、変わりましたね、はい、ちょっと待ち遠しいですが、一晩寝かしてあげてください、はい、さあどんなお味なんでしょう。